皆さんはじめまして西山です、よろしくお願いします。最初は広島の話題から伺いたいんですけど、はい、まあ、3連覇からのプラス、今季やっぱこの逆襲するとしても鍵を握る選手って誰かいますか？まあ、選手っていうかね、選手はね全部ねやっぱりもうね熟成されてね、いろんな経験も積んで、野手はもう何の心配もないと思うんですよ。特別誰がどうのこうのっていうレベルじゃないと思うんですよ。ただピッチャーでやっぱり森下明治から入りましたよね、ドラフト1位で。やっぱこのピッチャーは大きいと思いますよね。彼がやっぱりローテーションで2桁勝つぐらい、もしくは新人を取るレベルの活躍したら、もう間違いなくまた優勝っていうのが見えてくるんじゃないですかね。去年のそのやっぱり成績考えると、やっぱ丸が抜けたなって、そんなに大きかったのかなと思うんですけど。いや、やっぱそれはね、2年連続の MVP のバッターですからね、大きいのは大きいですよ。ただそれを今までのカープっていうのは、そういった選手が抜けてもなんとか補ってきたんですよ。他の力出てきたりで、去年もねなんとかその補ってきて、さあこれからっていう時にやっぱり痛かったのはバティスタでしょ。彼のあのドーピング問題、そのこっからいうところで彼が抜けた、これでもうやっぱりどうにもならないようなって思ったんですよね。あっからですよね、ちょっと急降下といいますかね、ちょっと落ち出したっていうのはね。それまではもういい形で来てたんですけどね。外野、はい、野間とか、あるいは巨人から人力保障に来た長野とかっていうのは、今一つ去年の活躍で良かったんですね。まあ長野はね、もうやっぱりある程度のピーク過ぎて、そこまで彼に今更ね3割30本打てっていうのはやっぱりちょっと厳しいと思いますから、彼はやっぱりチームのその年齢もそうですし、ムードメーカーでもあるし、やっぱりチームの中心的な、そのなんていうんですかね、チーム全体をね見渡して選手を引っ張るっていうかね、若い人っていう役割があると思うんですよ。その野球の技術だけじゃなしに、やっぱり野間あたりが本当に伸びてレギュラーでゴーンと行ってくれりゃありがたいんですけど、まあそこまで伸びきらなかったっていう部分はありますよね。ただそれまで控えであった松山であったり、いろんな選手が、西川も完全にレギュラーになりましたし、まあ阿部自体は去年悪かったんですけど、まあ彼もそれなりにその前の年はやってた選手ですから、だからそのあたりはみんなやっぱりある程度の力をつけてると思う。そこへ持ってきて鈴木誠也がやっぱり一段とレベルアップしてますから、で菊池がやっぱり残ったじゃないですか。大きいんじゃないですかね。大きいですよね。やっぱりあれだけの選手ってなかなかいないですからね。やっぱり、そこへ持ってきて、田中が去年怪我でいなかった。彼がまあある程度やってくれるっていう部分の期待とかもあると思うんですよね、今年は。そこへ持ってきて小園がすごく成長してる。彼も使いたいっていうところで、やっぱり野手に関してはちょっと誰を使おうかっていうのは悩むんじゃないですか。どういうふうにはめていこうかっていうのは、小園はそういう意味で言うとルーキーとしてはやっぱそのポテンシャルの高さっていうのを見せてる気がする。いい選手だと思いますよね。それとね、やっぱり今年一番気づいたのは体つきが違いますよね。やっぱりね、もういろんな選手見てきたんですけど、やっぱりいい選手って1年入ってルーキーイヤーが終わる秋から次の年の春までのその一オフですよね。この間にやっぱり体つき変わりますよね。やっぱ坂本勇人がそうやったんですよね。もう1年やって、2年目のキャンプに来た時、もう体つきが全然違ったんです。もう本当にやっぱり、あ、いい選手ってやっぱりこれだけ進化するんだ短期間にっていうのはすごく思ったんです。だから僕それからっていうのは、やっぱりルーキーアワーって2年目の時って何かって言ったら、その体つき見るんですよね。でやっぱりいい選手ってやっぱり一気に体できてますよね。全体がいい形で大きくなってます。もうその数値で見たら分かんないですよ。ベンチプレスが80キロやったのが100キロ上げるようになったのか、そういうのは分かんないですけど、もう体つきがガラッと変わってますよね。だから堂林、それルーキーに限らず、堂林が2年目か3年目で、ホームラン2桁打ってかなり活躍しましたよね、カープで。ですごく期待されて、背番号7番もらって期待されて、次の年はもう中心選手になるかなって思ったら全くダメだった。
その時のオフ開けてキャンプに来た時のその最初の体つきを見た時に、あれこの選手なんで全く体ができてないなって思ったんですよ。去年あれだけ活躍して今年いよいよっていう選手が なんでこの人を吹越えてこの体してんのかな、これはちょっとダメかなと、ただやっぱり全然ダメでしたね。だからそこで、ああやっぱり顕著に出るなっていうね、そこは思いましたね。まあ、小園君の1年先輩で去年ブレイクしてヤクルトの村上とかってやっぱり見ると、はい、うん、1年経ってやっぱでかくなってたっていうのが体がやっぱり体つきが違いますよね。そこがやっぱり一番なんか新人とかね見るところで大きなあれかなと思うんですよ。だから、ピッチャーでもそれはやっぱり言えると思うんですよ。そのガッとピッチャーはグッとこうなんていうかな、そんな体になっちゃダメだと思うんですけど、あのスラッとした中でもなんかこう力強さがあるんですよね。なんか違うんですよ。その同じこうひ弱なスラッとしたんとやっぱ力強いスラッとしたんと、だから、吉田輝星あたりがどういう今年体つきになってるのかなって、これまだちょっと生で見れてないからちょっと分かんないんですけど、っていうのはすごい期待してますよね。だから今回佐々木朗希入ってきて、もう今でもすごい球投げるすごいピッチャーですけど、こう1年間今のあの球はすごいけどあの体つきで持つのかなって思うじゃないですかやっぱり。でこれ1年間こうどういう形で使っていくのか分かんないですけど、それ終わって来年のこの今年の秋から来年の春ですよね、そこでどういう体つきになるのか、それもすごい僕的には期待してるっていうか、やっぱり大谷なんかでも全然違ったでしょ、なんかもう2年目ぐらいからもう10年ぐらいやってるような選手の体してなってたじゃないですか、やっぱそこだと思うんですよね。ことはやっぱルーキーはルーキーの年というよりもルーキー1年経ってそのから2年目になった時の体つきを見ると大体そう、うん、やっぱりこの子はもうゆくゆく超一流の選手になるんだろうなって思いますよね、その体つき見たらね。それで言うと小園君は非常に期待です。僕はもう本当に彼はもう多分すごい選手になると思います、間違いなく。でそこで伺いたかったのが、外野は丸が抜けた穴ってあるわけじゃないですか、はい、小園センターですか、ないのかな、それはないんじゃないですかね、はい、外野センターはねもう多分西川がもう完全センターのレギュラーになっちゃってるんじゃないですかね、去年の成績から見て。今年もオープン戦でもやっぱりそれなりにきちっと打ってますし、でライト鈴木誠也っていう形でも決まってますから、問題はレフトでしょ、うん、そこを野間が取り切ってしまうのか、はい、ファーストの関係で、まあ松山をまたレフトへ使ったりするのかとか、そういう部分はあると思うんですよ。まあ堂林も出てくるかもしれないし、そこは分かんないですけど、それを小園を外野に持っていってっていう考えはカープのスタッフにもないんじゃないですかね。田中が、はい、まあ調子が出てきて、小園と田中どっちが活躍するのか、けどね、田中はそれなりの実績あるじゃないですか、まあ、去年は本当に悪かったですけど、だその選手がそれなりのきちっとした結果出した時にその選手を外して将来あるからって言って若い子を使うっていうことはありえないと思いますよね、うん、だからやっぱりそれなりの結果出した場合っていうのは田中をそのまますんなり使うと思います。だそういった時っていうのを小園どうするのかなって時に、まあサードに回して使う可能性もあるんじゃないかなとは思いますけどね。打線はまあすごく安定性が強いと思うんですけど、はい、やっぱり投手陣が不安だと、という話がありまして、やっぱりちょっと故障者多いんですよね、後ろ故障者なのかその金属疲労から来てるのかちょっとそういった部分わかんないんですけど、やっぱり後ろのピッチャーですよね、ちょっと登板肩がたたってるのかいった部分がわかんないんですけど、まあ先発で見た時にはやっぱりそれなりのメンバーちゃんといますから、まあどうにかなるだろうっていうのはあると思うんですよ。ただ後ろどうすんのかなっていうとこですよね。これフランスは一人ですからね、今のところ計算できるっていうピッチャーは。だからまあここはやっぱり笹岡監督ね、それなりの手腕を発揮するんじゃないですかやっぱり。でも先発三本柱的なもので言うと、まあ、大瀬良、はい、まあ、この辺は硬いかなという感じですけども、はい、もう一人
誰がどうか。野村がどうなんですかね、怪我間に合わないのかな。まあ、野村が間に合えば野村は確実に先発のローテーション入るでしょうから、まあ、そこは心配らないですよね。してやっぱり森下は入ってくるんじゃないですかね。普通に行けば森下入れて、それで、4人ですか、はい、あとそこへ、左の、床田か、はい、ただねそこはやっぱりね、その開幕して、一回りですかね、各球団だから3、5、15試合、20試合ぐらいまでっていうのはいろいろ試していいと思うんですよ。そしてどの形が一番落ち着くかなっていうような形でね、焦らずやっていけばいいと思うんですよね。いつも言うんですけど、その140何試合ある中で最初の20試合30試合のあたりできちっとその1年どうやって戦うのかなっていう部分を探ってきちっとした形を作っていけばいいんですよね。そこで慌ててバタバタしちゃうともうシーズンやっぱり乗り切れないんですよね。だそこは多少の失敗とかもあると思うんですけど、いろいろ当てはめていって、あ、こういう形、じゃあ彼をこういう形で使おう、今年1年こういうふうにやっていこうっていうね、大まかな部分がそこで決まってきていいと思うんですよね。でやっぱり今現状、まあ、後ろ誰するんやっていうね、はいはい、カープの悩みもありますけど、誰か当てはめていかなきゃしょうがない。そこはやっぱりまあこのオープン戦だけで判断するんじゃなしに、シーズン入りました、そこの最初のもう20試合ぐらいはなんとか1個2個の負け越しぐらいで済まんかないうレベルで、そうギスギス戦闘やっていけばいいのかな。あと本当の勝負っていうのは8月9月、普段はね、今年ちょっとオリンピックの関係でずれますけど、最後のあそこの上がりの1ヶ月2ヶ月ですから、勝負はそこへベストのチーム状態を持っていかなあかんわけですから、最初の開幕1ヶ月でバタバタしちゃう、これが一番ダメだと思うんですよ。